この時セルははっきりと恐怖を感じた。そして後悔した。面白半分に孫悟飯を怒らせ真の力を引き出してしまったことを。よければ地球が吹っ飛ぶ。受けざるを得ず。よし上がれ。冗談じゃねえぞ。はあ。あっ。終わった。